とかっこいい外観。はい、皆さんこんにちは、山田ボスオです。今日は山形県山形市のね、大衆食堂ワンカップに来ました。イエーイ。それでは山形着いてね、今ちょっとだけ仕事して、この後は飲んでいきたいと思います。では行ってみよう。食べ旅 TV チャンネル。はい、それでは、はい、乾杯。今日会いに来たのはいつものこてっちゃんです。奥さんのひろみさんです。どうも。どうも。はい、ありがとうございます。お通しもいい感じで。それじゃあ野菜食べます。ベジファーストから血糖のね、吸収を抑えます。さあもう2杯目を飲み始めました。すごい強いですね。さすがこてっちゃん。お通しはアリラン漬けでした。刺身きましたよ。これはね、菊綿のポン酢。そうです、タチポンです。北海道の皆さん、これはタチポンですが、ここでは菊綿のポン酢です。これが出てくるなんて幸せです。おう、牛すじ、牛すじ、おう、おいし、うまっ。牛食ってうまって言った奥さんに怒られております。山田ボスをマグロいきます。うんうんうん、山形って魚もうまいんだ。山形海あるからね、一応うまいです。よし、菊綿も行ってみよう。おい菊綿、ほんと俺の愛するタチポン。急に夫婦喧嘩が始まっております。はい、うまい。あ、これジャパンだな。すごい美味しいね、炒めたも美味しい。おう、こてっちゃん、これチキン南蛮もうすぐ食った方がいいよ。今食った方がいい。今こういう動画必要なんですよ。絶対熱いのにね。お、大丈夫です、うん、しかも超うまそう。うまい。これビールだ、ビール。だってうまいよね。いや、北海道人の人にうまいって言われると嬉しいよね。いい店来ました。山形にもうまいお店あります。ぜひお越しください、ワンカップ。これ何回も来る。ここに来て一番盛り上がったのは、はい、ひろみさんでした。はい、今日初めて来たみたいですけど、2人家から6分ですから。今後来てください。俺も来よう。ピーチ乗って。おう、はい、乾杯。もう一人来ちゃった。これもう一人。あら、誰かといえば大ちゃんです。これ大ちゃんが誰かというと、ではこの写真を見てください、どうぞ。そう、生まれたばっかりの今のね、リュックに入ってるところ。見てもらったと思いますけど、こんなに大人になって一緒に酒飲む。もう一回乾杯。イエーイ。俺も嬉しいです。おう、乾杯。さあ、このまま朝まで引きずり回してやろうと思っています。早朝から働いてるこの2人には申し訳ないけど、朝まで行きますよ。かわいびねです。あ、ピリ辛メンマもやし、じゃあ食べてみよう。お、いつも通りだよね。いつも通りうまいですね。はい、いつも食べてる。おいしい。じゃあこれもいってみよう。エビ。無理やり。お、エビは？あ、おいしい。おいしい。あ、エビの方がうまいんだやっぱり。エビの方が好きっす。あ、じゃあちょっと乾杯してからにしよう。おいし。イエーイ。おう。さあ、ということでコースの中にチヂミもありました。じゃあ行ってみましょう。チヂミを食べる。おいしい、ハイボールに合う。じゃあもうそろそろ、それ飲み干した方がいいんじゃないですか。女性にはそういうことしないタイプなんで。息子を代わりに飲め。嘘、嘘です。すいません、俺が飲みます。はい、レモンサワーです。今ね、こてっちゃんがね、あの我らがあの和食レストラン、トンデンのことをね、トンデンって言ってる。
いいの、いいのそれで世の中。トンデンで。トンデンじゃねえ、トンデンだ。皆さんはどちらですか、お願いします。コースの最後はね、焼きラーメンも来た。さっきチヂミ来たんだよ。ね、いっぱい食えて嬉しい。本当？分かんないよね、今の。博多の味がする。山形で、うん、いいね、うん、これが焼きラーメン、うん、あ、確かに屋台で焼きラーメンあるよ、うん、博多の味がする。ありがとうございます。さあ、健康元気なバリキング頼みました。はい、それをその中に入れて、あ、そう、普通に炭酸入れて、これハマったらこれいけると思うよ。健康になった。すごいよこの店。山田ボスを全力で食ってまだなくなってません。さあ、ということでね、これでとりあえずもう撮影を終わりにしたいと思います。山形に来たらぜひこの店お寄りください。ということで今日の動画はこれでおしまいです。最後乾杯して終わろう。ということで最後乾杯、はあ、ということで、もやしから次の動画でまた太りましょう。ではさようなら。大ちゃん元気だからこの後俺に付き合います。はい、お願いします。地獄や。